SU-33、SU-33、スホイ33、スホイ33ロシア語は、ロシアのスホイ社が製造する戦闘機で、SU-27 の艦上戦闘機版である。非公式な愛称として、C フランカーがある。NATO コードネームは、フランカー D、フランカー T。SU-33 の開発は、1970年代に開始された。当初ソ連は、スホイ、ミグ、ヤコブレフに研究を指示した。このうちミコヤンは、ミグ -27 にアレスティングフックを取り付けて、地上試験を行ったが、機体の旧式化により、技術的な問題がある、という結果が出ている。SU-27 を空母での運用可能な海軍仕様にした試験機は1984年に初飛行した。この試験機は SU-27 の試作機の T10 から3にアレスティングフックを取り付けるなど、ごく一部の改造を行い、陸上基地にスキージャンプ台を設置しての模擬。発艦試験と着陸時に着艦フックを使用した場合の機体への影響などの試験を実施して、SU-27 が空母で運用が可能であるかどうかの基本的な技術実証試験を行った。その後、試作機製作のための試験機とモックアップが製作されてデータの蓄積を行い、本格的な艦載機仕様の SU-27 系の試作機 T10K1 は、SU-27 の部隊の配備が始まった1987年から製作を開始して同年8月17日に初飛行した。T10K1 は1988年9月下旬に試験飛行中において油気圧系統の故障により墜落したものの試作機2号機の T10K-2 により飛行試験が継続され各種のデータの蓄積が続けられた。1989年末には飛行試験は終了して、同年11月1日には空母、トビリシ、改名前の空母、アドミラル・クズネッツォフにおいて、最初の着艦試験に成功した。スホイは、その後に7機の増加試作機を製造して、空母、アドミラル・クズネッツォフにおいて、初着艦を含む運用試験を1991年から1994年の、間に行うとともに、1993年に試作機を用いてのパイロットの養成をロシア海軍が開始した。1994年8月には SU-27 系の量産型24機を発注して、1995年には空母アドミラル・クズネッツォフが SU-27 系の試作機搭載して、初の長期試験航海を行い、その結果を受けて、SU-27 系の採用を決定した。しかし、当時のロシア海軍は財政が極めて切迫した状況にあり、SU-27 系の実用化は数年間の遅延を余儀なくされ、1998年になってようやく SU-33 として正式化された。SU-33 の生産数は24機で、製造はすでに終了している。NATO コードネームのフランカー D は、アメリカやイギリス連邦諸国などの国防省によって行われる航空機標準化調整委員会 ASCC によって決定した。また、並列複座練習型として、SU-27KUB、後に SU-33UB に改名が制作され、1999年4月29日に初飛行している。推力変更装置付きの AL-31FP エンジンを装備していることが後に発覚した。現在のところ SU-33 の後継機候補としてロシア海軍により試験運用されている。1999年以降数回にわたり、同国空母アドミラル・クズネツォフ甲板上から発艦しているのが確認された。SU-33 は性能、構造は SU-27 とほとんど変わらないが、外見上の変更点として以下のことが挙げられる。また、ほとんどの艦上機で共通の特徴ではあるが、空母格納庫での運用を考慮し主翼と水平尾翼が折りたたみ式に改造されている。機体は艦載機として着艦時の衝撃に備えて、機体構造の設計変更とランディングギア、着陸装置の強化が行われている。洋上での運用を前提としているため、機体各所には防水、防錆び対策が行われており、機体塗料には腐食に強いものが使用されている。本機は、カナード翼、主翼、水平尾翼の3つの翼を持つ3翼面形態を採用しており、この翼形態では、揚力が主翼だけでなく、カナード翼と水平尾翼からも揚力が発生するため、カナード翼、主翼、水平尾翼から分散して釣り合う形で揚力が発生して上昇ができるようになっている。これには、主翼付け根の荷重が軽減できる利点もあり、主翼構造の軽量化も図られている。また、空中軌道において主翼が大向かい角を取った際、主翼がストール、失速し、その気流が機体後方の水平尾翼に被ると、機体の操作が困難となる。その対策として、主翼より前に取り付けられているカナード翼の発生させる荷流が、主翼の上面の気流の剥離を抑えて、主翼の失速を遅らせることにより、ポストストール、最大揚力向かい角時での動性を確保している。しかし、三翼面形態は、機体制御システムが複雑になる問題があり、フライバイワイヤーなどの高度な操縦システムを導入しなければ実用化が困難であったため、操縦系統に良いのデジタルフライバイワイヤー方式を採用して、機体制御を行っている。翼面積は、カナード翼が装備されたため、SU-27 の62メートルから 67.4 メートルに増加している。カナード翼は左右が同調して稼働する方式を採用しており、縦方向の軌道制御のみが制御可能である。SU-27 を艦載機化したことによる改造により、燃料容量は機体の構造変化により減少しているが、空虚重量は 18,400kg となり 2,200kg 増加している。最大離陸重量は陸上基地からの離陸では 33,000kg だが、空母からの離陸では 26,000kg に制限される。そのため、並走搭載量は SU-27 と同じ 8,000kg にもかかわらず、空母での運用の場合には 6,500kg に制限される。これは、本機が運用される空母の発艦方式が、カタパルト方式ではなく、スキージャンプ方式を採用しているため、様々な制約があることが原因である。また、ミサイルなどの兵装を搭載するパイロンは10カ所から12カ所に増えている。2000年以降、GPS 及びグラネスを利用した航行が可能となる A-737 衛星後方システムの搭載や AL-31K-M1 エンジンへの換装などが実施されている。ただし、近代化では、資金面からレーダーや兵装のアップグレードの実施は見送られている。2010年以降は、寿命延長改修が施され、飛行時間が700時間、着艦数が1500回増加し、運用寿命が16年から26年に延長された。2016年11月には、無誘導爆弾の投下精度を向上させ、誘導爆弾並みとされる SVP-24 の搭載を行っていることが明らとされた。最初の近代化された機はすでに海軍航空隊へ引き渡されており、2機がジュコフスキーで近代化されている。2016年11月15日、地中海において、空母アドミラル・クズネツォフより発艦した SU-33 がシリア上空で戦闘飛行を開始し、進行中のシリア内戦に参戦した。SU-33 は各タイプ合わせて24機程度が生産された。40機ほど生産されているとの説もある。出典、世界の艦船2007年6月号、ロシア海軍航空部隊の現況、西村直樹。軍事ジャーナリスト使用性能並走。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。